大航隊の入り口で今からおよそ2400万から530万年ぐらい前の地球は中心星と呼ばれる時代だった地球は湿潤で暖かく森林が豊富だった中心星後期にルージーン園及び人の素系と考えられるラマピテクス類が登場した彼らの化石は北インドの地球 シワリク丘陵,陵、1200万から900万年前のものやケニアのホートターナー、1400万から1250万年前のものから見つかっている。つまり、ラマピッテクスは 1000, 1000万年以上前に、常にメトボタミアを通って地球のあちこちに広がっていた。終心性が終わろうとする670万年から530万年前に、地球の歴史にとって特筆されるべき天変地異が起こった。 それが起こったからこそ中心生が終わりを告げ、次に冷たく乾燥した先進五530万から164万年前が始まったのである。我々の祖先となるラマピテクスは当時アジアやアフリカ一帯の森林地帯に暮らしており、その一部は北アフリカのアファール地帯に住んでいた。このアファール地帯は現在ではエチオピアの東北部の端にあたり、その北部にはジブチ、 西北西にはエリトリアといういずれも現在エチオピアと紛争関係にある小国がある北はアデン湾左東をソマリア断層街西はエチオピア断層街に囲まれた三角層のような地域であるエチオピア断層街から東北の東方の低地帯を得たところにはダナキル山地という山岳丘陵地帯がある伊豆のような胆性火山が多数あるが中心となるのは標高1335メートルのダナキル山である この産地は北東側に比較的厳しい傾斜を持ち、エリトリアからエチオピアのへのさまざまなものの侵入を阻んでいる。南西側は断層外との間の停地に向かって比較的緩やかな傾斜となっている。実は全新生、3800万から2400万の終わりから中新生の職にかけ、地球は大規模な地殻変動区に突入していた。アルプス山脈が隆起し、ヒマラヤ山脈が出現、ア,アフリカ第一交代が生まれるなど、 地表の起伏が激しく変動し、今日の地球の姿はほぼこの頃に出来上がったのである。だからアフリカ第一交代は既に存在していて、古くからそのタに沿って、ラマピテクス類がヨルダンやメソボタミア方面に北上、アフガニスタンや北インドに進出していったのは不思議ではない。覚えておいてほしいのはヨルダン、メソボタミア、ペルシア、アフガニスタン、北インドというルートが人類にとってエチオピア、スーダン、ケニアという南下ルートとと,ともに馴染み深いものだったということである。 このルートは歴史時代に入った時代の人も非常に。ということは、旧来の歴史家の想定以上に重要なものとして登場する。アハール地帯ではユーラシアプレートとアフリカプレートとの大きな衝突により、今日の航海にあたる部分が大きく盛り上がり、エチオピア断層外となった。そのあたりにアフリカプレートが吹くだけ、ヌビアプレートとアラビアプレートを作り出した。この作用により低くなった部分は現航海となって現地中海とつながった。 また、アデンカ湾はアファール地球にちょっとばかり食い込んだ形になり、その海中では隆起が起こっていた。中心線の機関を通じて、アフリカ大陸東北部とア,アラビア半島南東部はまだ陸続きだったと推測されている。この二つを結んでいたのがアファール地区帯であり、その接合部はアファール地球、現在のソマリアの北西と呼ばれるべきものだったと考えられている。この地域には様々な地殻が生まれ、 そのうちの小さな一つであるダナキル地類がダナキル産地となった。アファイル三角地帯と周辺では旧四季を挟んで断続的な火山活動が続き、ダナキル地類とエチオピア断層外の間に広がるダナキル低地は様々な地殻変動の影響を受け続けた。地震も頻発した。ダナキル産地が南東の端で切れるあたりはアフリカ第一交代の海からの入り口にあたる。その第一交代は現在地球上に二つある。 大地の割れ目あるいは地球の割れ目と呼ばれるものだ。割れ目のもう一つはアイスランドにある。大地皇帝は先に述べてウーラシアプレートとアフリカプレートとの大衝突、及びそれに伴う断裂、西へ動くアフリカプレートと東へ動くソマリアプレートとの分離により生まれたもので、グレートリフトバレーを作り出した上、ラファール湾に注いでいるアワシュ川の流れに沿って南西へと伸びて、割れ目はさらに南下し、ビクトリア湖を得てモザンピーク海峡南部に至る。 全長6000キロにも及ぶ地高帯だ。現在はヌビア、アラビア、ソマリアという3つのプレートの境界をなし、ジブチとイエメントの間は未だに毎年1.6センチメートルずつ開いていっている。その意味ではまだ割り続けている。全編地位が地球の姿を変えた。中心生の間中、我々の祖先と考えられるラマプテクス類も含めた多くの動物たちは、アハール式を通ってアフリカとユーラシアの間を行き来していたと考えられている。 ナノキル山地の森林にも我らがワラマピテクスの一軍が暮らしていた。この地林は南北 540km、幅 75km ほどの広さしかなかったが、この森が消えて住めなくなってしまうまで我々の祖先の彼ら類人園たちは住み続けていた。終身生も終わろうとしていた1100万年から900万年前、この地域で再び火山活動が活発化した。地球規模の気候の変動が起こりつつあった。中心生の終わりから先進生の始め頃にかけて、 狂言風に言えばこの辺りに住む田舎の猿だった我々の祖先にとって理解できそうもない恐ろしい天変地異が起こり始めた。アフリカプレートがアラビアプレートから離れるにつれて彼らの住んでいたダナキルチリーが半時計回りに回転を始めた。当初は南北,北方向に伸びていたダナキルチリーはアフリカプレートからもアラビアプレートからも切り離され先進性の初期には上端は左に回転して北西に、下は南東方向に伸びる形に変わった。 ア地球はいくつかの地殻によって構成されていたためそのうちの一つであるダナキル地流が小さなプレートとして働いた,た結果単独で分離し回転がかけられたそしてついに670万年前ダナキル地流の南に広がる低地にアデワンや黄海の海水が流れ込んだ我々の祖先たちが住み着かとしていたダナキル地流は孤島となって航海上に取り残されてしまった 自分たちが住んでいる四国より小さな島が絶え間ない火山の噴火や地震の中でじりじりと回転し始めたと想像すればよい。この地殻変動は百数十万年にわたって断続的に続いた。中心星の初期には公海、現公海と繋がっていた地中海、現地中海は、中心星の最後の地層海であるメッシナ海、670万から530万年前の形成が始まって以来、大西洋と繋がったり離れたりを繰り返した。その度に陸になったり海になったりした。 航海は常にその影響を受け、何度も緩慢を繰り返した。航海の水位は,はダイナミックに変動した。それに伴い、ダナキル停止でも海水が入り込んだり、干上がったりが繰り返され、ダナキル地理も孤島になったり、アフリカ大陸と陸続きになったりを、百数十万年の間繰り返した。アフリカプレートがアラビア,ペアプレートから離られるにつれ、アパール地球に水が入り込み、つかつてはつながっていたこの地を分断した。結果航海はアデン湾とつながり、一方、地中海と航海の間は陸続きになった。 四角の大変動はソマリアプレートを分離させ、ダナキリも小さな一つのプレートとして分離させた。この時代に起こった四角の変動は、ダナキリ地類を黄海南東部の陸海上にほとんど島のように孤立させた形で終焉を見る。この時、第一交代に海水が入り込み、大体は浅瀬となっていた。これが今から670万から530万年前頃の中心性末期に起きたことである。 ダナキル地理はハール地帯からも切り離され、約数十万年間に20度近く回転した。北端は巻田から約20度西に傾いた。余談ながら前方公園墳、往診天皇陵と同じ角度である。本日ではダナキル山地はさらにその2倍も左に傾いている。北端は巻田から40度西に傾いた。激しい天変地理は今はなくなっているが、現在に至るまで火山の活動は断続的に続き、この地は、 1>, いや1億年が後、海の底に沈むだろうと予測されている。海が割れ、大地が引き下がれた、天地創造の真実。この地殻変動は、地球史の中においてはかなりのスピードで行われたものだと言えるが、猿たちにとっては気の遠くなるほど長い時間であった。その間中、ひっきりなしに火山が噴火し、地震が起こり、山が島になったり、島が山になったり、森林が海に飲み込まれたり、低地が湖になったり、といった変動が繰り返された。 その頃の猿の感じている時間がどういうものであったかわからないが、要するに永遠かつ常に激震と激動があったという感覚であったことは間違いない。ダナキル地理は高海に海の水が満ちている時は島、水が干上がっている時には山岳、それが何度も繰り返されていたのである。この地殻大変動はラマピテックス類の一部であった我々の祖先に大きな影響を与えたはずだ。彼らが意識というものをはっきり持っていたならば絶望して集団自殺したかもしれない。 幸いなことに彼らは自殺という行為を選び取れるほどに進化していなかった。意識というものを獲得していなかったから助かったのである。もちろンテレビやインターネットなどがなくて本当に良かった。そういうものがあれば、この天変地域は北アフリカだけでなく、中部アフリカ、アジア西部にも広がっている、恐るべき規模であることを知り、集団自殺してしまったかもしれない。 彼らが体験したのは何万年にもわたる地鳴りと鎮発地震、火山の噴火である。現アダヤ湾でも多くの新生火山の噴火があった。祖先は我々の今日よりもはるかに永分な感覚を備えていたはずであるから、そのような自然界の異変に対して恐れを述べたに違いない。現在の我々には感知できない地磁気の変動などに敏感に反応できる能力があれば、かえって恐怖を増幅させ,ささせたはずだ。 670万年前、航海の水が初めてダナキル定地にまで張り込んできたとき、火を吹いた山からは溶岩や火山弾が落下し、水辺で急速に干上がれ、悲劇となった。噴煙は大空を覆い、それは地球のかなりの部分に広がった。火の光が遮られ、太陽の熱が地球に届きにくくなった。我々の祖先はアファール地球を叩き割って、海と化してもなお勢力が衰えずに迫ってくる海を目前にして恐れをの,のいていたことであろう。 アファール地球が分断されたということは海が割れたということだった大地が割れ海も割れて火を吹いたのが事実であった我々の真相の記憶に残る天地創造の真実の姿である実際にで起こった出来事であることは間違いないアファール地方は今でも大きなプレートとプレートがぶつかる地点となっていて深部では中心性マッキーのことではないが近くの変動が続いているこの天変地異は我々の祖先の言葉では言い表せない奨学期を与えた 後の宗教が、航海が割れて海底が干上がり、そこに道ができることを奇跡として表現したのは、もっと大規模に起こった事実のほんの一部の記憶に過ぎない。その海底から現れた道が民族の大移動に伴う話として記憶されていることも、この衝撃的な出来事の遠い記憶から来たものであろう。島に取り残された猿、中心世の中心世の暖かな気候の中で豊かに茂った森林地帯に住んでいたアラマプテックスの一群の足元には、 次には、マ湾からの海水が侵入してきた。近隣の森林に住んでいた仲間のアマピテクスたちはみんな内陸部へと逃げていったが、我々の祖先は何らかの理由で逃げ遅れ、島となってこの地に取り残されてしまった。おそらくは最後に逃げ切れないほどの海水の侵入があったのだろう。彼らは海水が森林の根元をじわじわと浸していく中、水を避けて島の森林地帯に逃れていった。我々の祖先と同様に逃げ遅れて、だん切れ島に取り残された動物たちの多くも、 その心理地帯に逃げていった。670万年前、このようにしてラマピテクスの一群が他の動物たちと共にダナキる登場に取り残されたことは間違いない。彼らの一部が我々人の直接の祖先となっていくのであるが、それは先の話である。内陸部に逃げ込んだラマピテクスたちの方は、ロハールのアファールの南のアッペコやアワシュガバの近辺の森で暮らすことを選んだ。彼らは火山活動や地震が収まれば、 その地で安定して暮らし続けることができた。この猿たちは森林とサバンへの,への適度の適応によって先進性、530万から164万年前の時代をゆっくりと生き抜き、アウステロアロピテクス類へ,へと進化することになった。ダナキル島に取り残されたアムラマピテクスたちはこの環境の変化に猛烈なスピードで適応していった。彼らもやがてアウステロアロピテクスへ,へと進化するのであるが、だから隔離された環境下では、 生物の進化のスピードは千倍になると言われている。千倍だと1万年が1000万、10万年が1億年、100万年が10億年に相当するということである。進化を完成するには不十分だが、進化を開始するには十分だということを忘れてはいけない。何度も言うが、中心性末期の天辺地位は長さ 540km、幅 75km ほどの7キ m 地類を島として地上、海上に孤立させた。天辺地位は気候も変動させる。 大気は冷え、地表の乾燥が進み、先進生の初めには、だなきりと覆っていた豊かな森林のほとんどが枯れてしまった。我々の祖先は、沈入してくる水を逃れて、水辺近くの森林を住みかとしていたのだが、その森林もどんどん減っていったのだ。乾燥が進むにつれて草も生えなくなり、草食動物も肉食動物も生きていけなくなる。 我々の祖先は住みかをしない、食料も乏しくなり、さらに餌を求めてさまよる大型肉食動物たちの餌食となる危険性も増大した。生き延びるための選択肢は一つしか残されていなかった。海に活路を求めた。海とは言っても、急に周囲が沈んで取り残されたこの島の周囲は、もちろん、白砂、青松の浜などであるはずがなく、陸と海との境では樹木が半分水に浸かっているような状態であった。 現在の熱帯雨林の風景を思い浮かべれば分かりやすい。かくして未だ火山の噴煙が上がり、火山難こしてくる中、島に取り残された猿、ラマクテクスたちは、今や断固として浅い海の周辺で生きていくことを選択した。食料を求め浅瀬へ動き回ったり、時には海の中に入って魚を狙ったり、海辺近くの陸地で休んだりを繰り返した。あるいは海水に浸かった木々の根元を渡り歩いたりとした。このような動作の安復が、 より合理的な移動方法としての直立に不足歩行を促したことは十分に考えられる。あるいはまた次第に深いところまで海に浸かるようになって彼らが泳ぎを覚えるようになるのも時間の問題である。木の下の方に侵入している海面あるいは浅い海面下は外敵を避けるように都合がよく、溶岩や火山弾を避けるためにも都合がよかった。こうして彼らは必然的に海辺や浅瀬に適応していかざるを得なくなった。島に取り残された猿たちの進化は、 こうした状況下で猛烈なスピードで進んだ。彼らは火山が爆発し溶岩がそびり注ぐ中、孤立した島の海岸近くで暮らすうちに直立に即歩行を行い、体毛をなくすなど、すごいスピードで進化を遂げた。熱い火山弾や溶岩が急速に海水に,に冷やされた時などは、それが鋭い歯を持つ破片となって、歴史的の誕生を促しただろうし。 溶岩流によって熱せられたり蒸されたりした動植物を食べることも環境適用として覚えていった。つまり火山と海辺が進化に必要ないろいろなことを教えてくれたのだ。料理の根源を追求したはずの文化人類学者、レヴィストロースが忘れていたところの本来最も多い治療法である調理法である蒸す料理はこんな環境の中から生まれたのだ。その進化とは具体的にはどのようなものだったのか。ダナキルの空たちはその後再び陸の上での生活を選択することになるが、 運命をたどる前に祖先が一体どのようにして密に適応していったのかについて押さえておくことにしよう。灼熱の人のゆりかご、踏みべたをさせ。今から656万年プラスマイナス26万年前というのが分子生物学者が推測している人が去るから分岐した時期である。これに加えて地質学者は670年前にここで述べてきたような大変動があったことを認めて,ているから時期はほぼ合致する。中心性末期、 激しい火山活動によって地球全体が厚い噴煙の層に覆われた。日差しが決定的に遮られて地球表面の温度が下がり暗く寒くなりや、やがて百数十万年後に涼しくて乾燥した精神性に移行する。この百数十万年は、ダダキルに取り残された空たちが浅い海で進化したに、進化に精進した時期でもある。百数十万年は短いが、隔絶した環境下での進化の時間としては十数億年にあたる。 猿が直立したのは先にも述べたように、雨季のボルネオの密林地帯にも似た状況に適応するためであった。ただし、火山活動が活発な時期においては火山弾がひっきりなしに落ちてきて、溶岩流も海に流れ込んでいた。海も浅瀬もしばしば灼熱の熱水となっていた。車にかまれれば、シャニカまえれば煮魚が浮いてきていいではないかというところだが、そういうわけでもいかない。自分たちも煮られてしまうかもしれない。長い期間を通じて海はゆったりと疲れる温泉ではなく灼熱の海となっていた。 海は人のゆりかごというが灼熱のゆりかごだった。まだしも樹木が入っていたであろう浅瀬が一番安全だった。浅瀬では足先を水底につけて歩行する方が合理的であった。時には泳ぐこともあった。危険回避に食料確保にも必要だったからだ。泳ぎに適するように体も進化した。魚のようにヒレが発達するからに足が長くなったのは基本的にカエルと同じである。カエルは足を長く、手を短く、手足に水かきをつけた。 猿は腰骨のつき方からして足を左右に開くことが得意であるがそれは役に立った。人はその足をなさらに長くして、膝から下で水を蹴ることにした。いわゆるカイル泳ぎがうまくできるように進化した。本日でもしばしば手に水かけのある子供が生まれてくることもその副産物である。我々の祖先が最初に覚えた泳ぎ方は平泳ぎだった。体毛は水の中では不要となった。外敵との戦いがなくなり、出血の危険が減ったからだ。何よりも、 体毛が持つ最大の機能である体温調節が、水中では無意味になった。不可能に、というより不可能になった。かくして体毛を失ったのだが、毛が生えてくる元となる毛包の方は、チンパンジーと同じくらい持って残っている。しかし、体毛が生えてこなければ毛包だけがあっても意味がない。どうしてこんな中途半端なことになったのか。要するに、人は神経進化しきった形で陸上に戻ることができなかった。最近、 感動した時などに鳥肌が立ったなどというが、鳥が肌が立つという状態はもともと体毛を逆立てて体を大きく見せる必要があった時の痕跡である。身の危険を感じて恐怖に襲われた時、体毛を逆立てて身を守ったり、相手を威嚇したことの名残だ。我々はかつてのような体毛はもう入ってこない。ただ、前説で述べたように母の体内において3ヶ月ぐらいの間だけ、全毛と呼ばれる体毛を生やす。 この税毛がまるで泳ぐときの水の流れにうかのような方向で生えていることも、祖先が海辺で進化したと考えれば納得できる。この税毛が失われず、濃い体毛を持って生まれてくる多毛症の子供もいる。ほとんど成長するに従って消えていくが、このような特徴を持って生まれてくる子供が少なくないことも、我々の見解を示唆する。現在の一程度の薄い体毛でも泳ぐのに支障がないが、より進化すれば体毛は全くない方がよい。 でれが水中生活における基本であるオーストリアのス。オーストラリアの水泳選手が20世紀に始めた体毛をすべて反る。同じ効果を得るためのスイムスーツを着る。は、670万年前にダナキロの猿が水辺の環境に適応するために始めたことが講師であった。涙を流す猿。体毛が失われたので、 体温調節は感染の発達によって行われることになった。感染にはもう一つ重要な機能があって、それは体内の塩分の放出である。これも海に入ったことの結果であることは言うまでもない。センは全ての本乳類が持っているが、役割は環を保護しドライアインになるのを防ぐためにの液体を分泌することだ。感情の表現として涙を流す本乳類は人だけである。人は涙を流す猿になったのである。 感情の表現かどうかは別にして、涙を流しているように見える動物は他にもいる。それでは海生の種ばかりなのである。ゴマフアザラシの赤ちゃんが目に涙をためていると言って感傷的にニュースで取り上げられたことを記憶している人も多い,だろう多いだろう。ウミガメが産卵の時に流す涙は有名だし、ワニやトカゲの仲間でも涙を流すのは海生の種だけである。 体制の哺乳類が流す涙は感染と同じく体内の塩分を排出し、バランスを整えるためのものだ。だから彼らの涙は人のそれと比べてびっくりするほどしょっぱい。人の涙もしょっぱいが体内の塩分バランスを調節できるほどではない。一方、人の汗は特に体内の塩分バランスを崩すほどの塩分を含んでいる。これは一体どういうことか人の涙腺も 海水哺入類と同様に余分な塩分を排出するために発達したものである。その後、陸上生活を営むことにより必要性が薄れ、他の物質も排出することで、ストレスに耐えられるよう変化したものだろう。体の中に溜まった過剰の塩分が人の悲しみのもとだったものである。確かに泣くことで大いにストレスを発散させているように思えるから、今でも肉体的精神的な効果は大きいのである。感染の場合は、陸上に戻った人が体の調子を狂わしたものとしか思えない。 人が感染を発達させたのはもう一つわけがあって、他の霊長類が持つアポクリン腺という器官をほぼ失ったからだということがある。この線はしかし我々にも少し残っていて、肛門、周辺、外耳道、脇の下などに存在する。このアポクリン腺は脇がの元ととなっていることが明らかのように、性的刺激になるのはともかく嫌がられる匂いであって、除去したい人が大勢いる。この線の喪失と進化との関係は不明だが、 匂いはともかく、汗で失われる成分の方は問題である。夏暑い,暑い夏の日、スポーツ肉体労働をすると体内の塩分を排出しすぎる。体内に必要なミネラル分まで排出してしまう。汗をかいたら水分、塩分だけでなく他の栄養素を目標しなければならないとされているのはそのためだ。こうなると人は何とも中途半端な進,進化をしたものだとしか言いようがない。 一旦は水の生活に適応しようとし、ある程度はそれに成し遂げつつあったのに、再び陸に戻ったことがこのような半端な変化をもたらした。人は人魚となった。直立に走歩をする場合、体の重心は頭の真下にあるのが理にかなっている。我々がペンギンに同情心を抱くのは、彼らが頭の真下に重心が来るように直立し、我々と同じように歩くからである。 だがら彼らが泳くのを見るときの人の余裕と同情は、彼らが海の中をスイスイと自由に泳ぎ回る姿を見ると消える。哺乳類の中ではうまいはずの人の泳ぎなど、海に適応したペンギンの泳げを見ると、コンプレックスでいっぱいになるほどのブサイクさだ水中に生活。水中生活に適した体になればなるほど、陸上では不適用になるのである。ペンギンが地上でブサイクに歩くのは、水中で鮮やかな動きの代わりにもらった結論のようなものだ。 我々が直立したことも、脳なくしたことも、二足歩行も、陸上での生活には意味のないことだったのである。それなのに、直立二足歩行になったことを無理やり進化として捉えようとしてきたところに、進化生物学の基本的な間違いがあった。我々人の泳ぎは、他の類人へに比べれば優れたものである。かつては数,数十メートルが限界と思われていたスモグリの記録は、ごくあっさりと100メートルを超えた。 人の身体構造は、水の中では他の育成哺乳類より圧倒的に優れているのである。鼻の形が違う。他の類人猿は例がなく鼻光が上を向き、呼吸するのに接近しているのに対し、人は微量を細く、鼻光も細くし、下に向けている。鼻翼もついていて筋肉もある。水に対して開閉できるようになっている板からである。全 さらに前説と述べたように、人の鼻腔の奥の口腔につながる部分まで口頭を移動させ、軟口外を開閉できるようにした。鼻から水が入っても鼻腔の中に水を止めておくことができるのだ。またこの点でも、進化は未熟であって、人の胎児の口頭の移動は生後3ヶ月から、頃から開始される。そこまでは去るなのだった。 その時期以降赤ん坊は人特有の口呼吸もできるようになるが、身体反応はしばらく鼻呼吸のままである。そのため、うつ伏せや頭が後ろに落ちた状態で赤ん坊が寝ている時、ノブチンコが降りてきて気管を不正で呼吸ができなくなる時がある。これが乳幼児突然症候群の原因であることも述べたとおりだ。この事実も明らかに人が水性用に進化したことの名残であり、感染しなかったことの傍証でもある。 19世紀にジゴンやマナテイの住む地域にヨーロッパの船乗りが乗り出したとき、ジゴンのメスが水中に直立し、子供を胸に抱いて授乳させている姿が目撃された。この場合、体の重心が不振と一致していることが重要である。ジゴンやマナテイはそういう姿勢で人間の乗る船を眺めていた。これが人魚のイメージの原型になった。そもそも彼らはもともとゾウの仲間なのである。 だから海に生きるようになってから、メスのチブサが体の上部全面に移動し、子供を胸で抱いて授乳するようになった。海の中ではその姿勢の方が安定して楽だからだ。よく見れば、目はまん丸だが、顔にはひげがあり、腰首のも腰のひくびれもなく、寸胴の流線形である。水フにとっては、チブサと乳児と直立という姿が、母のイメージから人魚のイメージに変わっていったので 改正の本乳類は正規が体の前面にあり、ハラハラ姿勢の性行為を行う。人の陸上におけるハラハラ姿勢の性行為はかねてから疑問の的であったが、人が一時期水生生活に適応するよう進化してきたことを考えれば、この疑問も評価する。同様に前説で述べた対価の謎もそのほとんどが解明できる。 やがて水が引いた後、彼らが陸,は陸上に戻ることを選んだが、陸上で直立に足歩行をすることになった人は、前節で述べたように、高血圧の危険を抱え込むことになった。水中では二足歩行をしても、水圧によって体重が支えられ、下肢まで下がってきた血,血を押し返す力があったため、浅瀬であっても高血圧の問題は起きなかった。人がそのまま水生生活を続けていれば、高血圧も血栓症も起きなかったであろう。 血栓症の問題も水中で生きるための進化をした後で、再び陸上で生活することになったために出血の危険が生じて生まれたものである。水の中という環境に適応した進化は陸上に戻れば環境への不適応、対価となったのだ。ダナキルからの脱出、希望と地獄の始まり。670万年前に島となったダナキル地類は、約30万年前頃から何時にわたっても水が引き、 その間、アフリカ大陸と陸地,地続きになった。今日の第一交代にある地域も水が引き、浅瀬となって歩けるようになった。そのような機会を捉えて、ダナキル島にいた猿たちは新しい土地を求め、第一交代にできた水辺に沿って南の内陸部へと移動し始めた。その移動はダナキル島が南の内陸部と陸続きになるために何回か繰り返された。ダナキル島の水辺に似た海岸は、数十から100キロほど北方の航海海岸にも探せたはずだが、 なぜ南の成り区分にだけ移動していったかはよくわからない。推測できるのは、公海の海岸が切り立った崖が多かった上に、道中水辺にとって歩くことができなかったためではないかということだ。必死に水辺の環境に適応してきた猿たちにとって浅瀬はさすが食料の宝庫であったから、水が引くことは食料が不足することを意味した。その結果、生存競争に勝てなくなって弱い者たちがまず南に押し出された。環境適応能力の弱い者たちから島を出ていった。 遠征と討伐の始まりイギリスの人類学者クリストファー・ストリンガーは今の人類がアフリカから中東に進出したのは10万年前の頃だという。これらの年代は分子生物学者がもっと明確にしてくれるだろう。我々にとっての問題はそれがどういうことだったかということだ。530万年以降のある時期、7キロ出ていって第一人が集団とやえるものを作っていたかどうかわからないが、最初ではなく 小動物を狩るぐらいのことは知っていたようである。彼らはまだ集団的攻撃性を備えていなかったため、身を、ま、安全を守るためにも、食べ物と飲み物を確保するためにも、水辺だけに沿って移動せざるを得なかった。1974年にエチオピアのハダールで見つかった二足歩行の類人猿の骨は、仲間と並んで二足歩行をした跡が確認されている。 チブサの痕跡があったことからルー,ールーシーという名前をもらったが、これは400万年プラスマイナス50万年前の化石である。ということはかなり初期にだなきを去った時代の子孫ということになる。だがルーシーは直接の祖先ではない。ルーシーの仲間はサルからの進化が未発達の段階でバラバラにダナキル島から出ていったのだ。ルーシーはまだ頭の下に重心、不振ができていないし、足もつま先からかかとまでが長い。足先が大きい。 このような状態で起こすれば、水泳用の足入れをつれてつ、つけて歩くようなぼ悪なことになるわけだ。ルーシーにとっては水生生活はすでに終わっていたわけで、さらに直立に足歩行を進化させていく必要はなかったからだと思われる。むしろ彼女たちが生きていこうとするならもう一度上半身を強化し、足足歩行と直立のミックス度を拡大し、樹上でももっと快適に暮らせるように進化していっただろう。だがそうはならず彼女たちは死に絶えたのである。 また先進性530万年以降になると、中進生の温暖だった気候は一変、冷たい乾燥期が訪れる。第一交代の周辺は次第にサバンナとな,なってきた。そういう状況の中で、さらに現在の人の方向に向かって進化することなどあり得ない。人とサルトの中間の形態らしきものを発見すると、人の祖先であるよと考えようとするのが、これまでの進化生物学者の欠点だ。北京原人が見つかれば、 彼らと人との直接の進化ラインを設定しようとし、ルーシーが見つかれば、ルーシーを人の直系の祖先として考えようとする。しかし、人への進化は、我々の祖先がダナキル島に取り残されたことによって、他のされたたちのような進化の系統からはぐれたことにより起こったものだ。そのはぐれ方や時期に曲がらつきがあって、それらがやがて統合されて今日に至ったということはない。分子生物学者のいるところによると、今日の人は、 ネアンダータル人の子孫でもなく、20万年前アフリカにいた一人の女性の子孫なのである。ハワイ大学のレベッ,レベッカ・キャン博士は、87年に現代人のミトコンドリアを分析すると、20万年前頃の一人のアフリカ女性にたどり着くという研究を発表した。人々をあぜんっとさせたこの研究は、多くの分子遺伝学者の研究によって正しいことが確認され、ミトコンドリアイブというだ名が、 設けられたこのイブ夫人はリンゴを恥ずかしげに食べるどころか周りの男をみんな食ってしまったようであるあるいは誰か他の男の食った仲間の女性も食ってしまったのだまたもう一般の進化生物学者の研究は全く無に執拗したのである今ではスタンファード大学のピーター・アンダーヒルによって不敬にしか遺伝しない Y 線食体を研究すると 東アジア、東南アジア、オセアニア、シベリア、中央アジアの163民族、12,127人の男性が全て Y 染色体の3つの罪に M168 という突然変異があった痕跡を持っていることが分かった。アンダーヘルはこの突然変異を追跡し、それが3万5,000年前から8万9,000年前のアフリカに起源を持つことを明らかにした。我々アジアの男性はどんなに古くとも8万9,000年前にはアフリカにいた。 一人だか少数の集団だかは不明だが、勢力はとにかく子孫を残し続けた。相手の女性はみんなイベの子孫だということになる。だから人類はみんな間違いなく兄弟なのだ。そして10万年前にヨーロッパで出現したネアンダーレタ人は兄弟じゃなかった。兄弟でない者には悲惨な運命が気の毒にも待っていたと考えるべきである。 もう絶対に猿ではない、埋葬もしていたネアンデルタル人を殺して食べてしまった我々は現在の一つをそこで犯した。あなたはヨーロッパでネアンデルタル人が身を寄せ合ってけながらに生きていた。埋葬も宗教的儀礼もあった遺跡を見たとき、どこか胸が締め付けられる気がしなかっただろうか。複雑なことにある程度まで進化した者たちがその時期なりのパンツを携えて順偶に陸の方に戻ってしまったようだ。 このパターンは約3万年前、7キロ低地に最後の乾燥の時を訪れるまで何度も繰り返された。その途中の進化の中間形態に見えるものは全てメインの系統からはぐれたものだと考えなければならない。水辺に適応するように進化した身体は、陸の上では退化した身体となる。はぐれたものはそのまま死に絶いていくのが当然の運命だった。ルーシンもサバンナではなくエチオピアの森の中で命を落としている。彼女たちの状況を牧下的に考えることはできない。 遅くまで島に残ったのは環境適応が比較的うまくいった者たちであった。そしてさらにそこで進化を続けたのだった。ダだケルが島になって以来、500万年もの間進化を続け、今から175万年ほど前、第二陣が島を出た。第二陣もやはり地高帯に沿って内陸部に入り、有名なオルドバイ峡谷などに化石を残した。この人々がホモハビリスである。だからホモハビリスはルーシーの孫ではない。 ルーシーはアウストラロピテクスの中でも最古と呼ばれるアウストラロピテクス・アファレンシスに属しているが、ルーシーの子孫たちは、ホモ・ハビリスと一時共存していたことが分かっている。ホモ・ハビリスはオルドバイ型と呼ばれる石器群の製作者で、言語のようなものも使えたらしい。共存といってもその力の関係は圧倒的にホモ・ハビリスの方が上だったはずだ。時には、ルーシーの子,子孫たちを集団で襲い殺戮することもあったのというのが当然の推測である。 ルーシーたちは弱く、武器をろくに使えず、肉を持っていたからだ。第三人は約100万年前に島を後にした。この仲間が厳重と呼ばれるホマエレクソスである。第三人のホマエレクソスは、ホモハビリスより進化した特徴を持つ彼らの子孫である。彼らは火を起こす方法を知っており、ある種の美意識を伺かがわせる道具を作り、言葉によって意思の疎通を行っていたと考えられている。火をる争いはあっただろうが、 同方殺しの痕跡は未だ見つかっていない。彼らはその始祖先が初めて島に取り残されて以来、およそ600万年以上もの間、その地で進化を続けたのだ。そして水が引くたびごとにあるグループは内陸に南下、他のグループは島にとどまり進化を続けた。最後の一軍が島を出ていったのはダナキル定地の最後の乾燥が終わる約3万年前のことである。ホモエレクトスたちはその後長い時間をかけて、 アジアやヨーロッパの温暖な地域に広がった。地高帯となって視界の予告などを通って、その北東側にも法を進めた。北京原人やジャーン人向かれの仲間である。彼らが歩んだ道は、ヨルダン地溝帯、メソポタミア、カスピ海南部、北インド、タリム盆地、中国であるか、またはヨルダン地溝帯、メソポタミア、カスピ海南部、北インド、ジャワである。これが歴史文明の発祥地になっていくのは偶然ではない。 結局、ン波にあたる民族大移動を起きたのは、環境に対する適応力が限界に来て、地続きになった内陸部に沈天地を求めたからである。新たな土地に集団で出かけていくこと自体が、集団で狩りをすることや集団でポトラッチを行うことと同じ意味をもっていたのだ。つまり、およそ175万年前までに、人は狩りや攻撃などの集団的な行動を可能にするパンツをほぼ獲得していたことになる。ミッシングリンクの発見。 670万年前から530万年前頃のこのアファール三角地帯で人は猿から離れて独自の進化への道を踏み出した。このことは疑いの世のない事実である。その正確な時期は相当多くない将来アフリカ大地高帯の北部にあたるこの地域の断層から発見される化石によって決定されるだろう。およそ2400万から530万年前の中心線の化石を含む第3期の堆積物の中からだ。 この地層は積側層と呼ばれ、タナキル定地の両側に堆積している。その中でも530万年前のものを最上層とするメシナ海の当時海と陸とが接していた地域の地層にミッシングリンクが見つからずだ。東アフリカ第一交代の地層からは、ラマピテクスからホモエレクトスに至る様々な人の化石が発見されていることも見逃してはならない。残念ながら現在、その地域は戦争に近い混乱状態となっている。 先進的な学者たちがこの地域こそ発掘すべき場所として意識して以来、20年が喧嘩しているのだが、今日を生きる人間たちの紛争が発掘を妨げている。現在の内戦がやれば発掘も行えるだろう。発掘が行える状態になれば第3期の化石だけではなく、進化が進んだ第4期の化石が発見される可能性も大である。ミッシングリングにあったら化石がこの地域のこの時期の基象から発見されることによって、ここで述べた推論の正しさが実証されることだろう。 大移動の快感と現在。我々が真に人,人になることができたのは、私がパンツと呼んだ文化の制度を組み込むことによってだった。人はパンツによって身体的欠損を補い生き延びることができた。陸の上では糖尿病や高血圧や血栓症に悩む体質は変えようがなかった。今でもそれに悩んでいるが、緊急時歩行の遅さや腕力の脆弱,脆弱化や木登り能力の衰えなどは、 タナキルの水辺で拾った火山弾や溶岩の破片から歴き器を作り、武器や道具として使うことを覚えたことにより補うことができた。火山の活動が活発だった時期に、その日によって自然に料理された魚や動物を発見して火を使うことも覚えた。あるいは言語のようなものを発達させて仲間同士コミュニケーションを取ることもできるようになったと考えられる。身体の不能を道具や社会行動で補うこと、これがパンツを履くことの出発点だ。 パンツは環境の意味を変え、特には金星以降は特に環境そのものをも変えることになったのである。だからパンツのワークとは身体の血管を道具や組織行動によって補うということと道具でもある。何にせよ行動を起こす欲望は快感に基づかねばならない。我々にとっての快感は過剰を無理やり作り出し、使い尽くす当人というところから生まれる。第一交代では食料となるべき動物たちと出会った時、先方は腹を空かせていないと攻撃してこないのに、 こちらは内面的快感に基づいて一方的に攻撃するということが生じる。同類だった猿から見れば、我々の祖先は島で取り残されている間に食料を得るためだけに戦うとか、縄張りを守るために戦うといったルール、動物界のルールからずれてしまったのだ。余談ながら動物界の基本ルールは、英語でアニマルエコノミーという、エコとは共にというのが本来の意味であり、ノミとは基本の設理とか理法という意味のを持つから来ている。 だから動物界だけでなく植物や地球全体を含む生態系の基本的利法についてはエコノミー・オブ・ネーチャーという。エコノミーを経済と訳したのは近世の中国における誤訳である。ともかく人はこのアニマルエコノミーもしくはエコノミー・オブ・ネーチャーのぶち壊しいになってしまったのである。地球という超和水槽のはみ出しももとなったのである。人による戦いは動物界の基本ルールを無視して、のめつ幕出しに行われる。 自分たちの勝手な気分に基づいて殺戮が行われたのである。戦いたい、殺したい、支配したいという欲望が新たな猿たちの内面的衝動になっていった。かつての仲間だった猿たちにも多少の攻撃性や集団的終了の現職形態があるとは言っても、それは猿と人との外見上の相違以上に格差がある。必要以上の過剰を作り出し、登人するという快感を得るた新たに作り出した刺されたシステムであった。我々の祖先はその快感をどこまでも爆発して拡大していこうとしたのである。 そういう形で別種の猿となった我々の祖先たちにはそんな自覚がなかった。自覚そのものがないのだから仕方ないが。いずれにしても昔の仲間に対する大量虐殺がバナキル島を出ていった猿たちの生きていく道になった。例えばルーシーの仲間、彼女たちの子孫を我々の祖先は殺した。集団的戦闘、集団的虐殺こそが人の人たる道となったのである。 生き延びた者たちは安全な場所を求めて人を避けて森林地帯に逃げ込んだ。だから人と猿はほぼ同じ地域に隣同士で暮らしていくことになった。その意味で最初からだなきに出て行った猿たちと第二人たち以降の者たちとでは異動の意味と様相が大きく異なっているのは当然だ。第一人の者たちにとって動物たちを殺すのは自分たちが生きるためだったわけでやむを得ないものである。第二人以降の行動にはそれとは大きな断絶がある。ある種の飛躍があったのだ。 遠征という名の虐殺。ドナキル中類からの第2波以降の大移動はまさに宿遠征であった。遠征軍は武器を携え、初歩的な言語を話し、初歩的な軍団構成を維持する能力を持っていた。直立という不確保な姿勢から生まれた身体的能力の欠如は集団行動で補った。行動のエネルギーとなったのは、必要以上のものを溜め込んで、それをある一定の時に投じにして快感を覚えるという過剰投じシステムだった。彼 <laughs> のできる場所を求めて遠征し、 彼が向上的に行えるようであれば定住する、ホモハビリスに始まるこの大移動とそれに続く定住という行為は、生きるための直接的必要性で行われたものではない。それ自体が快感を高める行為として行われたのだ。そしてその結果が生きることにつながるという人独特のパンツの精度だった。このパンツを開くための推進力が過剰陶人という燃料によってもたらされた。この推進・遂行のご褒美が快感であった。 動物には素通を持っていないところの行為の自己目的化とか単力というあり方がここに生まれた。これ以降、移動のための移動、遠征のための遠征、戦いのための戦いが人の行動様式の中に身体的に組み込まれていくことになった。そのような欲望、行動の自己目的化に突き動かされた人類の行動は、その後の我々の歴史にいくらでも見出すことができる。有史以来、大衛星が行われたという結果についてはよく知られているが、なぜ行われなければならなかったのかという根拠や理由が、 全くと言ってよいほど解明されていない。そういう例は山のようにある。先に述べた不要な虐殺を伴うアレクサンダー大王の統制、郷土やゲレマンの大移動、モンゴルの生成サラセン帝国の遠征、バイキングの南西、十字軍もある。これらは経済的必要性や地政学的必然性などでは説明不可能な行動で根拠の分からぬ嵐のような大移動であった。 遠征自体が必ずしも必要なものではなくても、ある程度社会が延熟してくると、当人したいという欲望が抑え難くなってくる。それを無理に抑圧してばかりいると、欲望の矛先が社会の内部に向かい、めちゃくちゃになるから遠征するのである。無理やりにでも過剰を人為的に作り出し、当人しなければならないのだ。内圧を外政によって解消させるという今日の人の社会が持った悪壁がここで既でに始まっていた。 先に挙げたものより一くささ規模は小さいものの、当時の民衆を熱狂させ、局地的には大きな影響を持った運動となると、切りがない。防和戦争、太平天国の乱、岩和団事件、中世イツの東方植民運動、古代パレスチナからのユダヤ人のディアスポラ、大理差、千年王国運動、近代ではユダヤ人のパレスチナ奪還運動、イスラエル建国運動などである。これらの衛星移動と、時には闘争がある種の熱情を持って行われるのは、 ホモハビリスに始まる大遠征の快感が我々の記憶の奥の奥底に残っているからである。移動の快感は最後には存在自体の過剰を登場するパンツ的快感の発露なのである。7キルからの大移動はその講師であり、遠征と移動はそットのパンツの強化要因だった。山登りをする人たちの好きな言葉がある。そこに山があるからだと答えるというものである。要するに遠征の自己目的化と同じである。遠征の代償行為だろう。 代償にとどまればそれは良いことだ。第一交代に沿って南下していった我々の祖先に行く手には、かつて兄弟であった猿たちにも,現れ,もう現れた。彼らは基本的に穏やかな動物だったが、我々は彼らを襲いそして料理して食べた。文化人類学者レヴィストロースが忘れた蒸すという治療法は我々がダナキルのカ海辺にいた時からの基本調理法だった。 こういう行為こそが宗教でいう現在である。もとは兄弟であった猿の肉こそアダムが食べたリングなのだ。既成宗教はそこをごまかしている。心理学者フロイトが注目した肉親殺し、大殺し、父殺しのトラウマはギリシャではなく第一交代で起きた兄弟殺しに始まる。先の民族移動と同じようにこの当時の記憶は真相の記憶となって我々人類に残された。折に触れて我々の精神を支配することになる。 それが生み出す情動に人は知性や理性では対抗できない。これを消化しようと言ったのはゴーダーマブッダ、釈迦であったが、簡単なことではない。その意味で決してこれは過去の話ではない。あい意味で進化をはたにじめた者たちには、早い進化のために必要な内心の共感や振動を拡大強化する遺伝子が組み込まれた。それが海岸遺伝子ミームである。人パンツを履いた猿になる。要するにこういうことだ。 かつては同類であった猿の仲間をとは完全に分かれ、水辺の環境に適応するよう進化した猿がいた。その猿たちは、その後再び内陸で生きることになったが、進化が不十分だった上、内陸で生きるためには退化したような身体状況になっていた。身体的能力に劣る人はまともに戦えば負けてしまう。だから武器と集団性とそれに基づく攻撃性を発達させた戦いを挑みに行った。 これは講義には人が生きるための戦いであったが、競技にはなぜそれが必要なのか、猿や動物には理解できない形で戦いを進行していったはずだ。人の食生活に肉が大量に登場するのはこの頃からで、この時代の化石はいずれも他の動物の骨と一緒に水辺で発見されている。しかも彼らは通常の生理的食欲以上に食べる猿ともなっていた。糖尿病の起源はここにある。猿たちの側から見れば、島に隔離されている間に狂ってしまった昔の仲間であった。 森とサバンナが混在した土地で明らかに身体的に弱化した人がい回生き残っていくためには、道具、特に武器の使用が不可欠だったし、集団性、特に集団的攻撃性が必要だった。その攻撃性が残虐性に発展せざるを得なかったのは、生きるためだけに食料を得るとか、子孫を残す生殖行動としてのみ性行為をするといった動物としての本能の範囲内だけでは人は生きていけなくなっていたからである。 生きるためにはここでパンツが必要になったわけだ。そして生きるために目指された文化のほとんどが攻撃性をもとに形成されることになっていった。防寒や将棋を始めたのもその結果だ。食料も防寒具も必要以上に溜め込んで過剰を作り出し、それを一時に投することに快感を覚えるようになっていった。この過剰の当人こそが人の文化用制度であるパンツの基本で拡大や成長を快感と感じさせるエネルギーを生み出した。過剰当人は人の社会に組み込まれるシステムである。 開館はそこにおける自己目的または約束されたご褒美である。過剰当時に用いられる行為、例えばポトヤラッチに使われる毛布を焼くことなどは、前提の中の書斎目だ。開館はこれらの行為を書斎目として出来上がる包括的全体であって、成長や拡大はご褒美を得た結果として起きていることだ。この成長や拡大に代わって時にはただただ破壊が結果されることもある。いずれにしても開館が目的、包括的全体として上位に来るわけだ。 これら細目とか全体というのはマイケル・ポランニーの暗黙知の理論による人の行為や認知についての考えで、パンツを履いた猿の最終章から引き継いでいる。これらはつまり人が生きる上での内的憲法のようなものだが、これこそ人と猿を明かす決定的な要因となった。人はパンツを履いた猿になったのである。パンツを履くことによってそれまでの迅速な進化のスピードに干渉が生じた。生きるための急速な身体的変化は500万年くらい前からは、 それにまそれまでに比べてゆ,ゆ,ゆっくりになった新たな環境変化に対応するために道具を使い社会性を持ち過剰の当人といった文化を持つことによって逆に身体変化のスピードを緩めたのであるその結果パンツは進化に介入したことになる寒冷な環境に取り巻かれてしまった動物が寒いから服を作って着るという風に進化したことのないが人はこれをやった これが一旦は水辺での生活を選べ取り、適応するように進化してきた祖先が再び陸の上で生きることになったとき、逆に不適応になってしまった。退化したとも言えることの根源的理由である。そしてそれが不自由な身体を抱えて生きていくために作り出したパンツの体系であった。従って攻撃性や残虐性というものも人間の根源としてあるのである。人である限り我々はそういうものを全て捨て去ることはできないである。 実際、ブッダがそれを捨てろと言っても、僧侶を含めてほとんど誰もそれを捨ててはいない。人間というものの本質。そのパンツの現在はどうなっているのか。辞書で詳しく見ていくが、530万年前に我々の祖先が開き始めたパンツは、地球の環境に甚大な影響を与える数字まで到達した。社会制度としての部族や民族、延長形態としての国家の有効性も周辺しつつある。 人がパンツをはいたるである事実を直視させず、曖昧に馬ぼかして生きるための道具として働いた,た大宗教もその意味を創出した。宗教はそれがあるために争いが起きる原因になってしまった。大きな原因は貨幣が国家の有効性を超えるところまで発展したことである。貨幣は本来人の持つ社会制度というパンツの中で国家や民族を維持するための従属的パンツであったのだが、その貨幣自体の生きる権利を維持するために国家や民族が動員されることになるという大逆転が起こったからである。 貨幣自体は組織的暴力を必要としないが貨幣が自由となって国家や民族に組織的暴力や残虐性を発揮させることはできる。国家や民族は今や貨幣がその力を維持するための道具としてしか機能しなくなりつつある。そのような中で人の生きる道はどこにあるのか。それにはまず人が全く主体性を捨ててパンツ自身の命令に従って生きるということがある。それは実は500万年間の人の根本的生き方であった。 それをもっと根本的に極端に徹底的にやれば活路が生まれるかもしれない。過剰の当人の局地でやっていくということだ。過剰当人の最も極端な形態である。行き着く先はボトラッチ的なものの局地と同じだろう。自らの存在自体を過剰そのものに変え、当人し尽くすことだ。長い目で見れば集団的自爆テロと同じものだ。2050年には75億人になると言われる人口は合理的にこの地球と調和して生きられ,る,生きられる数ではない。 少なくとも地球の未来と調和できる数をはるかに量がしている。7キロの水辺に取り残された猿はせいぜい1万頭ぐらいのものだった。ひょっとすれば5000頭だったかもしれない。ずっと下って20万年前には1頭のみますとその一時的な旦那しか我々の祖先として存在していなかったかもしれないのだ。現在の地球の人口が半分の40億人ぐらいに減ったとしても、長い目で見れば立派なものだ。 ただ、このまま放っておけば嫌な奴だけの40億人になる。人が人となり生きていくために必要となった攻撃性、残虐性は思い出すのも望ましい事実を記憶の底に残した。そして現代人の心の中にも絶対に消せないトラウマとして残り、放っておけば我々人は仲間を数億人殺して生きるしかなくなるだろう。数百人を殺した北オ,チアの北オセチアの学校選挙テロのような事件を倒すさせつつ生きていくということになるかもしれない。あるいは集団的な精神異常が起きるかもしれない。 残虐な行為のシンドロームである。それが人の本性なのである。あるいは進化の基本的方向なのである。だからよほど意識しなければ止めようがない。残虐性や暴力性は人の人たるゆえんとして根源的に潜んでいるものだ。いかなる平和主義者の心の中にも、読者の皆さんの心の中にも、この私の中にも潜んでいる。それが人として最初に獲得したアイデンティティだったのだから仕方がない。知性があれば抑えられるというような甘いものではない。 そういう行為に対し人間性がないとか失ったとか表現するのは間違っている。そういうシンドロームを生むことこそ人が人になった存在の意味だからだ。残虐性や集団的攻撃性こそ人が生き延びることができた基本であり、その意味で残虐性と球団的攻撃性こそが人,の局人としての局地だとも言えるのだ。その事実をごまかしたり覆い隠したり、頑張れば乗り越えられるものだとして表面的に取り繕うために生まれたのが救済宗教である。 救済宗教が天地の創造について語り、神の存在について確信し、現在に対する食材意識をあうのは、530万年前という遠い遠い昔に起きた、言葉の上では忘れてしまえたいような過去の事実があるからである。そして実はそういう宗教が免罪符の役目を果たせば果たすほど、人の残虐性というものは歯止めなく広がっていく。その事実は改めて言うまでもないほど多くの人々が実感していることだろう。特に仮想的としての悪魔的なものを設定する宗教は、 宗教という名のもとに人類の救済という旗印を掲げて、人殺しをするために広まっていったものである。戦っても殺して敵をわざわざ見つけ出し、その敵の存在についてありがたくもいろいろと教えてくれるのが宗教というものなのである。仏教以外の世界宗教、一神教は皆そうだ。敵、すなわち悪魔の存在を主張する信念は、3000年以上前からセム族の間にあった太陽,神太陽信仰を中心とした多神信仰。 その多くをミトラ教的ということができる。から一心を選び出して、善と悪の対立を語ったスピターマ・ザラーシュトラ・ゾロアスターの教えを最初とする。ザラーシュトラ・ゾロアスターを紀元前1000年よりはるかに古い人だと考えるのは間違っている。現ミトラ教の諸派を接置して、サンアフラ教という宗教を生み出した悪心を喪失した思想行為は、紀元前6世紀とか7世紀という比較的新しい時期のものでなければならない。 みんなゾロアスターとか言うと、神秘的なものとみなしすぎなのだ。そしてゾロアスター級が共産主義、メシアニズムの最初である。メシアとはミトラはペルシャ語のうちの東方の方言でミシナと呼んだここから生まれた。これがユダヤ教をはじめキリスト教、イスラム教に流れ込んだ。宗教的攻撃性排他性の大々的結合の始まりである。これが紀元前10世紀より以前からのものではないはずだ。 より古くからのメソポートメアの宗教で悪心や悪魔の存在を強く主張しないミトラ教はローマでキリスト教徒の,の勢力争いに敗れた。善悪二間論ながら、善と悪の二神の対立は過去の層であるというマニ教。このマニ教を東方ミトラ教とする見方もある。も、キリスト教徒の戦いに敗れた。要するにターシュトの戦いにおいては甘かったのだ。 宗教の勢力争いに臨むに際して悪魔との戦いにな,になぞらえて臨んだ方がはるかに戦いに根性が入るというものだ。これは過去の問題ではない。現在のボスニア問題はキリスト教を得てイスラム教に場を求めたボコミルハ問題を土台にしている。我々は人類と宗教のことを考える場合に原始ミトラ教のことをもっと重要なものとして考えればならない。しかもそれは太陽神になる前に軽量と等価とそれに関わる正義の神だった。 まさに経済人類学の経済対象である。研究対象である。ユデヤ人マルクスが読んだマルクス主義は、帝国主義者や資本家という敵を我々に与えてくれた。マルクス主義は哲学によって浸透したのではない。敵を殺せと言って我々の攻撃性を解放してくれたから浸透したのである。一種の狂気である。そのこと,そのことはパンツというものが狂気にもなり得ることを示しているのだろう。マルクス自身は宗教は変だと言ったが、本当は宗教は強い布地でできたパンツだったのだ。 今日の世界は、京都、サラセン、モンゴルなどによる遠征と虐殺によって直接的な影響を受けたままの世界である。なぜなら、パレスチナ起源でなく、西アジア起源の人々によるイスラエル建国に発する問題をめぐって混乱しているからだ。我々はその混乱を引き起こした過去が決して過ぎ去ってしまったただの過去ではないことを知る必要がある。一つの手がかりとして、第四章では、高画冊からの人の大移動が今日の世界にもたらしている在下について述べる。 進化と退化のとパンツの問題は現在はなお進行中だ。これらの多くの問題のキーを、いわゆるユダヤ人が握っているように見えることには何、何らかの意味がありそうだ。ユダヤ人を悪の集団だとみなすようなことは我々はしない。いろいろな事件において、影にユダヤ人がいて陰謀によって何かが進行したと言ってみても、何も分かったことにならない。陰謀が事実であったとしてもだ。客観的に彼らがどういう意識、あるいは無意識でそういう行動をとっているのかを考えなければならない。 よって辞書はパンツの現在の本質を考察し次にその動きの本質を明らかにすることにする。